はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではホテルミラコスタの朝食ビュッフェを食べてきました。今回はディズニーランドです。今回の動画最後まで見ていきますと、東京ディズニーランド40周年、ポップコーン全制覇、すべての味と場所、こちらが枠になってますので、ぜひ最後にご覧できると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。これまでディズニーランドとディズニーシー40周年のパークフードを中心にご紹介してきました。今回はポップコーン特集です。ディズニーランドで売っているポップコーン、これを全て食べていきたいと思います。人気の味から新しい味まで一つずつご紹介していきます。非常に楽しみです。それでは今日は歩いてディズニーランドに向かい治む。本日の天候は晴れ、少々肌寒いですが非常に春の陽気を感じます。平日お昼のボンボヤージュ付近、割と人がいますね。大きな荷物を持った外国人のゲストも多めです。今日はポップコーンを食べまくりますので、胃袋との戦い、ただ全部食べきれるかわからないので秘密兵器を持ってきています。秘密兵器は後ほどご紹介させていただきます。秘密兵器が何なのかぜひ予想してみてください。ちなみに現在時刻は11時50分、40周年のバナーを前にたくさんの方が写真を撮っています。スキー。本日ディズニーランドでご紹介するポップコーンの種類は全部で12種類です。そのうち今年の4月から登場したのが3種類あります。リゾートラインがやってきました。40周年デザインのリゾートラインですね。やはり何度見ても素敵なデザインです。先頭から3つ目のところ、ちょうどデイジーの頭の上にいるのは僕の透き通る彼女です。あ、今飛び移りましたね。あれ?見えなくなりました。ちなみに40周年デザインのリゾートラインのフリー切符、こちらは期間限定で発売されています。1日フリー切符で大人660円です。荷物検査に到着しました。ゴールデンウィーク明け、平日12時の荷物検査ゲート、結構混んでますね。そこそこ列ができています。ただかかった時間は5分くらいでした。今日はディズニーではなくマリオのおパンツを履いてますので、セキュリティで止められないか心配です。何事もなくセキュリティ検査を通過。それではポップコーンの旅の始まりです。無事にインパすることができました。ポップコーンを食べる本日、僕もポップコーンみたいに今日はいつも以上に弾けていきたいと思います。あ、おめでーす。マイハニーがいました。最近のディズニーではハグが解禁となりました。なので抱きしめることができます。たくさんのゲストがサインをお願いしていましたね。今回はクラリスとイチャイチャできませんでした。みんなが見ていないところでイチャイチャしたいようです。しょうがないですね。グーフィーがいました。グーフィーさん、こちらでもたくさんの方にサインをしていました。大人気ですね。僕も今度サインをお願いしてみようと思います。美女がいました。全部が素敵。特にティアラがお似合いですね。サマンサティアラのティアラですか。は、目の保養が完了したところで、ポップコーン全制覇の旅出発していきたいと思います。お土産店によりまして、レジのキャストさんにドリームガーランドカードをいただきました。いつものようにこちらの5枚のカード、今日はポップコーンのキャストさんにお渡ししていきたいと思います。切り取りました。こちらのカードを渡して、ポップコーンのキャストさんのポップコーンのような弾ける笑顔が見れますように。ディズニーランドバンドの音色が聞こえてきますね。ちょっと行ってみましょう。ちなみに現在時刻は12時15分です。いらっしゃいました。ディズニーランドバンドです。素敵な演奏を聞いたところで、最初にやってきたのはこちらのポップコーンワゴンです。まずいただくのはキャラメル味です。キャラメル味のポップコーンが売っているのは、ワールドバザールを抜けて右手側、スイートハートカフェの前です。キャラメルポップコーン非常に美味しそうですね。
それでは購入していきましょう。レギュラーのボックス1つお願いします。あ、すいません、ありがとうございます。はい、これよかったら。はい、すいません、ありがとうございます。無事にガーランドカードも渡すことができました。突然渡すとちょっと戸惑われてしまいますね。購入しました。本日一つ目のポップコーン、キャラメル味のポップコーンです。お値段を一つ400円。ちなみに現在いるのはこの辺り、ベンチに座っています。こちらのキャラメルポップコーン、やはり王道のポップコーンの味です。安定の美味しさ、食べるとディズニーに来たなという感じがします。ポップコーンの入れ物はご覧の通り40周年のデザインとなっています。400円のレギュラーボックスは全てこのデザインです。一番上にはティンカーベルさん、他にもグーフィーやチップとデール、フルート、ドナルド、デイジーも描かれています。キャラメル味のポップコーン、特にキャラメルが多い部分、甘くて最高です。もし家族や恋人、お友達と一緒に食べるときは、このような濃いキャラメルの部分はぜひ譲ってあげてください。恋人にはあーんしてあげてください。僕はセルフであーん。イケメンが通りました。ごちそうさまでした。ポップコーンの一つ目、キャラメル味を食べました。続いては二つ目の味、どんどん食べていきたいと思います。ちょっと喉が渇いたのでここでドリンクを購入します。やってきたのはこちら、ギャラクシーウォーター、自動販売機です。それでは早速ドリンクを購入。小銭がなかったので1000円で、今日はポップコーンを食べる日なのでコーラは控えます。英断ですね。購入しました。カフェインゼロ、爽健美茶です。こちら東京ディズニーリゾート限定デザインとなっています。爽健美茶を逆から読むと、ヤチビンケウソ。スターツアーズの前にやってきました。現在時刻13時、スターツアーズの待ち時間は10分です。それでは続いてのポップコーンを買いに行きましょう。続いてはしょっぱいポップコーンを買います。見えてきました。続いてはあちらのポップコーンワゴンです。到着しました。2つ目のポップコーンワゴン、ポッピングポットです。こちらはもともと小さな宇宙船、ただある日食料庫の温度調節がダメになりまして、積まれていたトウモロコシが弾けてポップコーンになったそうです。お茶目なエピソードですね。ポッピングポットの場所はこちら、スペースマウンテンの入り口近くにあります。こちらで買える味はソルト味のポップコーンです。今日はポップコーンバケットを持ってきてないので、先ほどと同じように400円のレギュラーボックスを購入します。そしてこちらのポップコーンのキャストさんには、ありがとうのドリームガーランドカード、これをお渡ししていきたいと思います。ポップコーンみたいに弾ける笑顔になります。レギュラーボックス一つお願いします。あと塩の追加ってできますか？塩の追加あります。じゃあ塩追加します。あ、すいません、はい、ありがとうございます。レギュラーボックス400円、ちょうどいただきます。あ、はい。あ、じゃあその辺で、はい、すいません。はい、じゃあこれもよかったら。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ソルト味のポップコーンについては、先ほどのようにお塩を追加することができます。こちらがストップというまで、キャストさんがお塩を振ってくれます。嬉しいサービスですね。近くのベンチが全て埋まってたので、パンギャラクティックピザポート、こちらの2階のテラス席を使わせていただきます。購入しました。本日2つ目のポップコーン、ソルト味のポップコーンです。お塩をかなり追加しております。本日初めてのしょっぱい味のポップコーン、お塩追加したこともあって、やはり塩が効いてますね。夏になったら夏バテ防止にも役立ちそうです。見えますでしょうか、ポップコーンの表面の部分、たくさんのお塩がついています。
ソルト味のポップコーン、おつまみにぴったりですね。レストランがいっぱいで入れないとき、どうしてもお腹が空いた場合はこちらのソルト味のポップコーン、軽食の代わりになってくれますね。とても美味しいです。ちなみにパンギャラクティックピザポートのテラス席からはスペースマウンテンがよく見渡せます。人もあまりいないのでおすすめです。お塩がたくさんかかっているので着ている服にどんどんこぼれていきます。サザエさんがいました。ディズニーのポップコーンにたまに紛れているサザエヘッドです。こちらのサザエヘッドを食べると次の日だけじゃんけんに必ず勝てるようになります。半分くらい食べました。これ以上食べると本日残りの味のポップコーン満腹で食べられなくなる恐れがありますので、ここで秘密兵器を投入。秘密兵器がこちら、ジップロックです。これに入れて持ち帰ることでお家でもディズニーのポップコーンが楽しめるという画期的な秘密兵器、人類の英知の結晶です。早速活用していく。さあ、それではジップロックにぶち込んでいきます。無事に入れることができました。これで安心して持ち帰れますね。ご覧の通り中にたくさんのお塩があることがわかります。キャストさんがたくさんかけていただいたお塩、家に帰ってからもじっくり味わいたいと思います。持ち帰りました。それではこのまま続いてのポップコーン箱に向かいたいと思います。キャラメル味とソルト味、個人的なランキングをつけますと第2位ソルト味、第1位がキャラメル味。僕の中でのランキングはこんな感じです。こちらはスペースマウンテン。スペースマウンテンは現在休止中。6月の21日まで休止です。乗り場の前ではアイスが売っています。アイス買わないんですか？あ、いいっす。ベイマックスのハッピーライドにやってきました。皆さんとても楽しそうですね。続いてやってきたのはこちら、ビッグポップです。こちらでは4月から登場した新しいポップコーンの味、3つ全て食べていきたいと思います。ビッグポップ、逆から読むとプッポグッピーです。今回購入するのはこちらの3種類のお味です。ビッグポップは今は予約をせずに入ることが可能です。それではこちらのビッグポップでは、ステーキーのドリームガーランドカードをキャストさんにお渡ししていきましょう。はい、500円のお返しでございます。ありがとうございます。ビッグポップレシートもご一緒でお持ちください。ありがとうございます。購入しました。ビッグポップのポップコーン、3種類の新作味です。左からストロベリーミルフィーユ、ソルティーキャラメル、そしてチェダーチーズです。ドリームガーランドカードは緊張で渡せなかったですね。次のポップコーンワゴンで再チャレンジします。ちなみに席はまたまた外のベンチが空いてなかったので、トゥモローランドテラスの奥の方の席をお借りしております。それではまずはこちら、ポップコーンチェダーチーズ味です。お一つ500円。ビッグポップのポップコーンは通常のレギュラーボックスの400円と比べて100円高い500円となっています。チェダーチーズのポップコーン、非常にいい色をしてますね。こんがりと黄色でいい感じ、とても美味しそうです。見た目はキャラメルっぽいですね。それでは食べていきましょう。チェダーチーズ味のポップコーン、香ばしくてめちゃくちゃ美味しいです。しっかりとチーズの風味がしまして、さらに少しほんのりと甘い感じ、これは手が止まらないですね。どんどん食べてしまいます。チェダーチーズ味のポップコーン、スナック菓子のカール、このチーズ味に似ています。非常に美味しいですね。ディズニーシーでも販売してほしいです。ビッグポップで販売されているポップコーンは普通のポップコーンと比べて大きさがしっかりめ、マッシュルームの形をした食べ応えのあるポップコーンがたくさん入っています。マッシュの形のポップコーン、たくさん入っていまっしゅ。それでは続いてのポップコーンを食べていきましょう。続いて食べるのはストロベリーミルフィーユのポップコーンです。こちらのポップコーン、ピンク色のポップコーンとキャラメルっぽいポップコーン、2種類が入っていますね。まずピンク色のポップコーンですが、こちらはストロベリーのお味、そして茶色い方はバターが香るパイ生地風味のポップコーンです。この2種類のポップコーンを同時に食べるとストロベリーミルフィーユの味になるというわけです。考えられてますね。
ポップコーンの味としてはこちらのストロベリーの方が強めです。優しいイチゴのお味です。またまたサザエヘッドを見つけました。サザエヘッドを1日で複数食べると翌日はフジテレビしか映らなくなります。それでは最後3つ目のポップコーンも食べていきましょう。最後のポップコーンはこちら、ソルティキャラメルポップコーンです。先ほどキャラメル味を食べましたが、今度はソルティキャラメルです。分厚いキャラメルがコーティングされています。とても美味しそうですね。ソルティキャラメルを食べてみました。味はキャラメルよりも濃いめ、しっかりとした味付けです。こちらもどんどん手が進んでしまいます。ソルティキャラメルポップコーンのお味、マシュマロを焼いた時の味みたいな感じです。マシュマロを焼いた時の甘い味、あの味に似ています。個人的には最初に食べたキャラメルよりもこちらのソルティキャラメルの方が好きです。チェダーチーズ味、ストロベリーミルフィーユ味、ソルティキャラメル味、それぞれ食べてきましたが、この3つの中で個人的な順位はこちら。第3位ストロベリーミルフィーユ味、第2位ソルティキャラメル味、そして第1位がチェダーチーズ味です。個人的にはチェダーチーズが一番美味しかったです。こちらの3種類の味も全部食べると他が食べれないのでお持ち帰りをします。英断ですね。持ち帰りました。これまで5種類のポップコーンの味を食べてきました。ちなみに今の段階で個人的な5種類の味のランキングはこんな感じです。チェダーチーズが1番です。それでは続いてのポップコーンも食べに行きましょう。続いてのポップコーンも甘い味のポップコーンです。やってきたのはトゥーンタウンです。到着しました。続いてのポップコーンワゴンはこちらのトゥーンポップです。トゥーンポップを逆から読むとプッポーンと。こちらで買うポップコーンはこんな感じです。味はミルクチョコレートです。トゥーンポップのポップコーンワゴンではすごーい、こちらのドリーム柄のカードをキャストさんにお渡ししていきたいと思います。ポップコーンだけに弾ける。はい、よかったら。ありがとうございます。嬉しいです。現金です。現金で。はい。ちょうどいただきます。無事にドリームガーランドカードを渡せました。やはり渡す瞬間はドキドキしちゃいますね。購入しました。本日6個目のポップコーン、ミルクチョコレート味です。ちなみに席はトゥーンタウンにある花壇の石垣、こちらに腰掛けております。トゥーンタウンは家族連れで非常に賑わっています。こちらが購入したポップコーン、ミルクチョコレートのポップコーンです。こちらミルクチョコレートのポップコーンはほんのりとチョコの味、ミルクチョコレートなのでまろやかですね。がっつりチョコレートがコーティングされたものを発見しました。これは当たりですね。これは透き通る彼女にあげるためにポケットに入れておきます。こちらのミルクチョコレート味のポップコーン、味はシリアルのチョコレートみたいな感じです。チョコレート系のお菓子が好きな方、ぜひ買ってみてください。ごちそうさまでした。まもなくディズニー40周年のパレード、ディズニーハーモニーインカラーが始まるようです。ですが僕は気にせずにポップコーンを食べ続けます。続いてやってきたのはこちら、プーさんのハニーハント前にあるポップコーンワゴンです。こちらではハニー味のポップコーンが売っています。どこの席に座りましょうかね。こちらの石垣でも良さそうです。ただちょっとさっきも石垣だったのでお尻が痛いですね。お尻がポップコーンみたいに弾けそう。こちらの席にしたいと思います。アリスのティーパーティーがだいぶ賑やかだったのでちょっとお席を移動します。ちなみに僕が今背負っているリュックの中にはジップロックに入った大量のポップコーンが入っています。帰りに職質されたら嫌ですね。向こうにベンチが空いていましたのでそこに座って食べたいと思います。確保したベンチはキャッスルカルセルの隣にあるベンチです。購入したのがこちらポップコーンハニー味です。
こちらはスーベニアトングです。ポップコーンと一緒に購入しました。ポップコーンにプラス800円です。スーベニアトング単品では購入できないのでご注意ください。こちらがそのスーベニアトング、かわいいミッキーのケースに入っています。ミッキーの形をしたポップコーンもついてますね。とても美味しそうな見た目。それではトングを取り出していく。こちらが購入したハニー味のポップコーンです。蜂蜜の黄色がいい色ですね。そしていい香りです。それでは今回はこのトングを使って食べていきたいと思います。スーベニアトング、ポップコーンが手につかないので大変衛生的。手も汚れません。とても便利ですね。ポップコーンだけではなくポテトなどを食べるときにも使えそうです。こちらがハニー味のポップコーンです。しっかりとした蜂蜜の味、個人的にはキャラメル味よりもこっちの方が好きです。映画館とかでも売ってほしいですね。ごちそうさまでした。ハニー味も美味しかったです。個人的にこれまで食べたポップコーンランキングはこんな感じです。こちらはお花たち、花たちランドで、それでは続いてのポップコーンに参りましょう。いよいよポップコーンの旅も終盤戦です。次はしょっぱいポップコーンをいただきます。到着しました。やってきたのはこちらのポップコーンワゴンです。こちらではブラックペッパー味のポップコーンを購入します。ちなみに場所はウエスタンランド、ビッグサンダーマウンテンの近くで販売されております。目印はあちらのアメリカ国旗です。こちらがブラックペッパーポップコーンです。美味しそうなポップコーンがどんどん出来上がりますね。うちにも1台欲しいです。無事に購入することができました。ここではドリームガーランドカード、混雑してたので渡す勇気がありませんでした。チキンですね。とりあえずベンチを探したいと思います。ちなみにポップコーンの歴史ですが、今から約5600年前、ネイティブアメリカンやメキシコ先住民の方々、その時代ではすでにトウモロコシを焚き火にぶち込んで飛び出してきたものを食べていたと考えられています。ワイルドですね。そんなこんなで席を見つけることができました。シンデレラ城が見えるこちらのベンチです。購入しました。ブラックペッパー味のポップコーンです。ブラックペッパーポップコーン。略してブーン。こちらのブーン、ご覧の通り上にブラックペッパーがかかっています。こちらのブラックペッパーも先ほど購入したミッキーのスーベニアトングで食べていきたいと思います。こちらのブラックペッパー、香ばしいお味ですね。ほのかにブラックペッパーの味、お酒に合ういいおつまみという感じです。ブラックペッパーもうちょっとかかっててもいいぐらい、ソルト味みたいにブラックペッパーをさらに追加できたら嬉しいですね。どうしたどうした、またまたサザエヘッドを発見。今日はサザエが大量ですね。いやーサザエさんだね。はは、波平は元気かい。ブラックペッパー味のポップコーン、こちらも全部食べきると他が食べられなくなりますので秘密兵器に入れて持ち帰ります。無事に入れることができました。リュックの中はポップコーンでパンパンです。持ち帰りました。続いてやってきたのはこちら、カレー味のポップコーンです。しょっぱい系のポップコーンでは最後のお味です。カレー味のポップコーンはアドベンチャーランドとウエスタンランド、2つのエリアのちょうど間くらいにあります。無事に購入することができました。カレー味のポップコーンも大変人気、列ができてましたね。皆さんカレーのいい匂いにつられてくるようです。それでは今回はこちらのベンチに座って食べていきましょう。確保したのはクリスタルパレスレストラン近くのベンチです。それでは食べていきましょう。本日最後のしょっぱい系ポップコーン、カレー味のポップコーンです。夕日が差し込むカレーポップコーン、カレーらしさが増しますね。とてもいい色、カレーパウダーもたくさんかかっているのがよく見えます。
たくさんついているカレーパウダー。そのまま食べると手がカレーになる可能性がありますので、先ほどのスーベニアトングを活用しましょう。で、こちらのカレーポップコーン。非常にカレーの味ですね。お酒やソフトドリンクに非常に合う味。香ばしくて最高です。先ほどのブラックペッパー味よりも、個人的にはこちらのカレーの方が好きです。君も UFO キャッチャーにチャレンジするのかい？いいよ！取れるといいね！はは？チャレンジに失敗しました。こちらのカレーポップコーンも残りはお家で食べたいと思います。持ち帰りました。続いてやってきたのはこちら。抹茶ホワイトチョコのポップコーンです。こちらも列ができてますね。非常に人気のポップコーンの一つです。抹茶ホワイトチョコ味が売っているのはカフェオーリンズの近く。ジャンボリミッキーが開催されるシアターオーリンズの前です。抹茶ホワイトチョコ味。抹茶がとても美味しそうな色ですね。一度でいいので僕もポップコーンのキャストさんをやってみたいです。それではこちらのポップコーンワゴンではいいねのドリームガーランドカードをキャストさんにお渡ししていきたいと思います。あ、すいません。あ、はい。またこれよかったら、これを。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。はい。ありがとうございます。購入しました。ポップコーン、抹茶ホワイトチョコ味です。抹茶ホワイトチョコ味。名前の通り、抹茶とホワイトチョコの味です。どちらかというとホワイトチョコの方が強め。ほんのりとした抹茶風味です。抹茶ホワイトチョコ味。他の甘い系ポップコーンとは違いまして、抹茶が使われているので、和風の味付け。和の味が好きな方には特におすすめです。進化版のサザエヘッドを見つけました。サザエさんがワイルドになってますね。こちらはレアサザエヘッド。これを食べることができた場合は、次の日から1週間、どんなに残業しても疲れなくなる体になります。また UFO キャッチャーにトライするのかい？いいよ！取れるといいね！はは？サザエヘッドが取れました。それだけです。ごちそうさまでした。最後にやってきたのはこちら。ベリーチーズケーキ味が売っているポップコーンワゴンです。ベリーチーズケーキ味は先日食べましたので、今回はポップコーンワゴンを購入します。購入しました。40周年デザインのポップコーンバケットです。ポップコーンバケットを購入すると、通常は中にポップコーンを入れてくれます。ただ今回はお腹が限界を迎えたので、こちらの引き換え券にさせていただきました。この券を持っていると、東京ディズニーリゾート、すべてのポップコーンワゴンで、ポップコーンと引き換えることができます。その際にはポップコーンバケットが必要なのでご注意ください。ちなみにベリーチーズケーキポップコーン、チーズケーキよりもストロベリーの風味が強め、優しいイチゴの味でとてもおすすめです。ほんのりとした甘さ、チーズの味は少なめです。手が止まらなくなるのでご注意ください。そしてこちら、40周年デザインのポップコーンワゴンです。早速詳細を見ていきましょう。こちらが40周年デザインのポップコーンバケット、お値段3400円です。上から見るとこんな感じです。40周年ドリームゴーラウンド。大きくロゴが印刷されています。中身はこんな感じです。こちらに突き出ている部分は光るライトの部分です。そこの部分にはスイッチがついています。ライトをオンにしてみます。スイッチを入れるとライトがつきました。ランタンみたいになりますね。ライトの光の色も2種類。暖かいオレンジと、その後は白色。ライトの色が交互に変わるシステムです。こちらにもボタンがありました。ライトモードのボタンです。これを押してみると、ご覧の通り、40周年のロゴ、これを投影できるようになります。とてもいい機能ですね。夜パークを歩くときにも活用できそうなポップコーンバケット、とても素敵です。
40周年のポップコーンパケット、お一つ3,400円。あなたもぜひ記念に買ってみてください。はい、ということで今回はディズニーランドのポップコーン全制覇、すべての味をご紹介してきました。ここで個人的なすべての味のランキングを発表します。第11位ミルクチョコレート、第10位ソルト、第9位ベリーチーズケーキ、第8位ストロベリーミルフィーユ、第7位ブラックペッパー、第6位抹茶ホワイトチョコ、第5位キャラメル、第4位カレー、第3位ソルティーキャラメル、第2位ハニー、そして第1位がチェダーチーズです。どれも美味しいですが、新作のチェダーチーズ、個人的にこれが一番美味しかったです。ぜひディズニーランドに行きましたら購入してみてください。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見て良かった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そうです、チャンネル登録よろしくお願いいたします。音声配信やノートもやってますので、ぜひ概要欄を見ていただけると幸いです。概要欄は動画タイトルの下の部分です。それではまた、バイバーイ。ありがとうございます。また、はい、買います。はい、ありがとうございます。